みんな疲れっぴー、結婚入れよ。パズさんです。何ですか。皆さんお久しぶりです。ちょっと忙しすぎてパンダの手も借りたいぐらいで登場する機会がありませんでした。いや、皆さん念願のパンダさんなんで嬉しいと思います。キラッ、はい、今日何で呼ばれたか分かりますか。あ、分かんないです。全然あれかな、ご褒美ですかね。あ、分かんないんですか。はい、呼ばれたらあれしかないじゃないですか。指令書あげた。でもちょ1個しかないんで、はい、開けてください。はい、あれですね、また1分の1ですね。はい、ディディン、じゃん。ちょ、はい、テンパってます。実行杯への指令書、3月9日開催のクレーンゲームの達人検定2級を受験してくること。申し込みは申してあるので受験料が無駄にならないように合格してきてね。以上、パンダ。はい、はい、そういうことなんですよ。みんな知ってるかな、クレタツ2級男の宇宙人の後輩さんとルーポムはもう過去に1回受けたことがあるんですけど、まあ、2人ともちょっと残念だったっていうところで、はい、この間3級受かったし、はい、なんかちょうど2級の検定の開催タイミングが近かったので勝手に申し込んできました。はい、合格してきて。さすがにね、はい、クレーンゲーム屋さんの YouTube のチャンネルとしては、うん、そろそろ誰かね、誰かが受かんないとってやばいんで。そうですね、はい、もうね、そろそろもう受けてもいいんじゃないかなって思ってたんで、合格する気しかしないですからね。あ、なるほど、はい、落ちたらマスク取りますんで。ちょっと待って待って、マスクじゃないですからこれ。3月9日土曜日。あ、はい、まだちょっとほら日付あるから練習とかできんじゃない。うん、うん、練習なんかしなくたって余裕で受かるっしょ。余裕です。はい、指令を受けてきてもらいたいと思います。はいはい、頑張ってください。はい、頑張ります。ですね、今日当日ですね。昨日もう今日のこと考えちゃってドキドキしちゃって寝れなかったんですよ。遠足と運動会みたいな、前の日の夜みたいな、そんな感じです。ドキドキが止まりません。もうすぐ始まるんですけど、うん、頑張ります。やばい、緊張してきた。本日クレタツ検定2級ご受講の方、皆様揃いましたので2階の方へ移動お願いいたします。筆記試験を15分ほどやっていただきます。その後に、実技検定ということで、こちらの指定する台を15台を設定いただきたいと思います。1点目で取れると、得点が20点、10点かかっても取れないとその台は0点ということになります。先ほども伝えましたが、検定中アドバイスはいたしません。で、手直し、できるんですけれども、最初の1からになります。でそれ以外はやってません。でこちらの台、まあ、全部の台なんですけれども、プレイ回数上限は10回となっております。よかった。
っと待って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 、いっぱい待ってます。チャンネル登録もしてくれるとすっごい嬉しいです。明日の動画も楽しみに見てね。バイバーイ。